はここアラビアから熱い熱いレースをお送りします。本日の賞品は本当に価値あるものだよ。価値あるものだと？金貨か宝石か現ナマ、勝つぞ。いつもの汚い手を使っていいな。いつもやってるじゃないか。正直って言葉知ってるかい？正直だと？正直。おや、誰だ？いつものスターターは？あ、こりゃびっくり。ランプの中からスターターが出た。スタートした。骨付きジェットのネット、ウィンサムダッシュ。他のマシンは砂の中だ。見てろよ、妨害作戦幻の道だ。やろやろ。ブラックマをまたまた汚い手を使うつもりか？よこせ、暑苦しいやつめ。なんだよなんだよなんだよ。やつらこの道を通ろうとしてリタイアするんだ。いや隠れろケンケン、やつらが来るぞ。わかったわかったわかった。なんとブラック魔王の妨害は単なる幻だったようだ。なんだと？幻だと？行くぞケンケン、来い。行くぞ行くぞ。あー、ダメダメダメ。大丈夫だよケンケン、あんなものはただの幻だ。ギャー。あー、なんてこと。エンジンが焼けちゃったわ。ものすごく煙が出てる。火がついてる。修理は無理ですね。レースを続けたいんだけど。あ、そうだ、20ドルであなた方に砂漠用の乗り物をご用意しましょう。どうです？ありがとう。ああ、よかった、これで大丈夫。じゃあこれで。何よこれ、砂漠の動物ラクダじゃないの。こいつは丈夫、保証付き。お旦那、20ドルで砂漠用の乗り物をお世話しますよ。砂漠用の乗り物？べえ、そんなラクダなんか触りたくもねえよ。ささささ魔法の絨毯いただき。乗ってと行け。ダメだ、進め。ダメだ、へそのごま。うおラクダでレースに勝てるか。ダメよ、ダメ。ブラックマを後ろについた。ぶっつきすぎだよ、追突するつもりかい。それがどうした、そんなラクダなんかでレースに勝てるかい。勝つのは俺様だ、魔法の絨毯を手に入れたこの俺様だ。勝つぞ勝つぞ勝つぞ。勝てるから。早い早い、ゴールまで一直線。なんだ、うわー。駅馬車ビークル5000、ワニゴリバギー300、トップを争っている。おっ、デクシー&デクシーがトップに立った。しかしチーズのマシンが熱で溶けた。目玉焼きだってできそうな、この暑さじゃ無理もない。そうねそうね、そりゃいい考えだね。なきゃ。急げケンケン、ゴールはどこだ。あそこあそこ、やるやる。うん、きっと蜃気楼だぞ。二度と騙されるもんかなあケンケン。そう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 、優勝はラクダに乗ったハックとスナックル。なに、本物だったのか。どう、なんてことだ、勝てると思ったのに。商品はアラブで最も価値あるもの、水だ。ああ、水。銀よりも金よりも宝石よりも貴重な命の水ね。